おはようございます。どうも山ももです。朝の準備をしているとこなんですけど、年末年始が回ってるじゃないですか。だからそれに向けて動画の準備とかをいろいろしようと思うと、もう本当にめちゃくちゃバタついてて、いや本当ね、作りたい動画が多すぎんねん。編集待ちの動画とかも結構あって、もう本当にね、時間が足りひん状態なんよね。もうちょっと頑張りたいねん頑張りたいから、みんな楽しみにしてて、で一緒に楽しんでもらえたらね、すごく嬉しいなって思ってるんでね、当ててくださいね動画。とりあえずメイク完成しました。今日は今から朝ごはん食べて、午前中に転写したいねブスがありますんでそれやってちょっと編集しての予定なので、コンタクト入れずメガネかけて作業しようと思っとって、そんなわけで完成しました。じゃあ着替えてきます。さっき朝はいつもルイボスティーを作ってます。で、この保温の容器に入れて、なんか編集しながら飲んだりしてる。ルイボスティーなんかドハマりしてもってさ、ずっと飲んでんのよ。鍋出しっぱなしにしてしまうよな。インテリアとしてなんか置いてても可愛いしなとか思って、結構すぐ使うしなと思って、まあ、なんでこんな感じで置いておきますね。で、朝ごはん、朝ごはん、あ、ちょっと待って、ちっちゃいわお盆が。味噌汁はもうこのインスタントのやつ、青さを入れます。たっぷり、おー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 、いけたいけた。はい、でお好みソースもちょっとかける。なんかデミグラスっぽくなる気がしてて、このケチャップととんかつソースの組み合わせがめっちゃ好き。ハンバーグ食べるときとかね、いつも混ぜて食べてます。よし、できた、朝ごはんです。じゃあいただきます。おいしそう待って、めっちゃロコモコ丼できるラインナップじゃない。サラダにハンバーグに玉ねぎ、玉ねぎが間違えた、卵めちゃくちゃ半熟や。待って、卵やっぱこっちに乗せるわ。ハンバーグも乗せちゃうもん。黄身が全部流れていってしまいそうなので、ちょっと乗せまーす。うわー、美味しかった、ごちそうさまでした。まあ、結構洗い物が溜まってるんですよ。なんかバタつくとこういう家事とかもうほんと放置しちゃうから、すいません、覚悟してください。はい、とりあえずまあこんな感じですかね。今日はまだマジな方です。これでも一応まだ洗濯物はさ、乾燥機を導入したからぶち込みはなんとかなんねんけども、洗い物ばかりは、こればかりはちょっと、もう先にやっちゃいます。今日ちょっと待って、その前にや片していくわ。っていうぐらい外寒かったんけど、びっくりした。今日はもうとにかく洗濯物干してる時間も惜しいからさ、もう乾燥機かけちゃいます。わっせわっせ、あーい、よいしょ、じゃじゃーん、届きました。今日はコープさんでいろいろ頼んだのでご紹介していきます。はい、
まずこちら卵スープ。ご飯とスープも味噌汁系って結構飲みたくなる人なんで、こういうのはねちょっと常備しておきます。バタついてご飯作られへんかなった時、ほんと助けられてます。ありがとうございます。あとはこういうドライパック、大豆だったりコーンやミックスビーンズ、サラダにかけたりスープに入れたりできるので、こちらも良いですね。はい、野菜たっぷり和風ドレッシング、たっぷり量が入ってるのありがたい。あとはこちら、はい、炭酸水です。はい、炭酸水です。あ、炭酸水です。炭酸水もマジでストックしてる。ちょっとこのワゴンの下にね置いてんね。で、あとはおかき、めちゃくちゃ好きやねん。おかきとかせんべいとか和のお菓子系がめっちゃ好きやねんけど、ちょっと頼んでみた。ちょっとお腹が空いたんでいただきます。みりん醤油味美味しい。ちょっとおやつはおやつボックスに入れていきます。はい、お次はこちら発酵バターのショートブレッドと、こっちが3種のナッツが入った塩バターサブレ。どっちも絶対美味しいと思って。はい、お次瀬戸内さんレモンで作ったドライフルーツ。どんな感じ。お、結構大きい。わあ、美味しそう。いただきます。思ってたより酸っぱくなかったからめっちゃ食べやすい。編集中の息抜きとかがさっぱりしたい時めっちゃいい。で、あとはこちら食塩不使用のミックスナッツ。ナッツはさ美容にもいいし、まあ、食べても罪悪感ないから結構食べてるんやけど、はい、ありがたい食塩不使用でございます。まあ、おやつそんな感じで、あとこちらかぼちゃのスープも頼んでました。美味しそう、かぼちゃのスープ。あとはですね、このミックスキャロットジュース、ありがたいのが砂糖香料不使用ってところね。こういうのにときめいちゃうんですよ。はい、ありがとうございます。美味しそうやね、ミックスキャロットジュース。冷蔵庫入れといて、そしてそしてコープさんですね。こういう感じで食品だけじゃなくってね、ラップとかホイルとかも置いてるから一緒に頼めるのがめちゃくちゃありがたい。ってことでこちらと、じゃんじゃがじゃーん、トイレットペーパーとかティッシュもね一緒に頼めて届けてくれるから、いや本当ありがとうございますですね。こういう重たい水とかもね届けてくれるんよね。大きいもの届けてくれるのマジでありがたい。これが冷凍食品が入ってます。わー、美味しそう。結構私自炊するのにムラがあるから、もう自炊してる間なんてねえみたいなさモードに入るとマジで作らへんくなるから、そういう時にねこういう冷凍食品には本当お世話になっております。お魚だったりロコモコオムライス、見てこれめっちゃ美味しそう。柔らか銀杏ガンモ、あとはねこんな感じでねかぼちゃとかもあります。自分で味噌汁入れたら煮物作ったりサラダ作ったりとかでね使えるやつです。はい、あとビビンバ、またまたお魚、魚とかも摂取しとかんと、タンパク質タンパク質で、あとはチキンカレーにパンとかもね種類がほんと豊富ですね。こんな感じ、ホットビスケット、シナモンロール、あとはフレンチロール。じゃあ冷凍庫入れていきましょう。これのためにね冷凍庫開けてたんで、空間開けてたっていうか、ただただすっからかんなだけなんですけどね。今コープってどんな感じなんかなって思ってる方、お試し購入ができるトライコープっていうのもありますので、ぜひぜひ一度チェックしてみてください。今回頼んだこの冷凍食品たちもそのトライコープで頼めるセットたちでございます。この3種類のセットのうち1種類お一人様1回だけなんと500円で購入することができるので、まだコープで頼んだことないんだよなって方はぜひ活用してみてください。お昼ご飯はこちら彩り野菜の入ったゴロッとチキンカレー、これいただきます。お買い物行く時間ないって時にこうやって家まで届けてくれるから、もうほんと時短になってねありがたいんですよね。自分のライフスタイルを優先できるのも嬉しいポイントでございます。さあ、コープってチラシ見ながら注文書書いてそれを提出して届けてもらうみたいなイメージがあるかもしれへんねんけど、実際我が家めちゃくちゃコープ頼んでて、ばあちゃんとかはまだ紙で注文してんねん。今はなんとスマホでの注文ができるようになってるんですよ。スマホで注文できるっていうのがねありがたすぎるところよね。ばあちゃんじいちゃんなんてなかなか重たいもんとかさもったいできひんやんか。なんか家まで届けてくれるサービスがあるっていうのはなんかちょっと遠く離れてる私でも安心できるから、めちゃくちゃ暮らしに寄り添ってくれてるサービスやなと思ってばあちゃんの家まで届けていただいて、ありがとうございます本当。で、あと卵スープも飲んじゃおっかな。かぼちゃ何も味付けしてないよな。塩コショウ振っとくか。
はい、というわけでパワッと昼ご飯作れました。マジ時短ありがてえ。10分もかかってへんもんな。このままここでいただくことにする。お腹すいた。いただきます。ここーん、うん、ごちそうさまでした。美味しかった。そしてお腹パンパン。動画を撮っていました。福袋動画。服の整理整頓をしようと思います。冬場はアウターがかさばるのでよりやっぱクローゼットを圧迫するんですよね。どうしようかな。とりあえず端っこの方にね、このモコモコアウターペンを置いてんねんけど、色ごとに揃えててんけど、あの今見事にバラバラです。はい、ちょっとこれをね綺麗にしていきたい。もう私さ、前をチャック閉めずに入れちゃうから、ちょっとこうやって片付けようって思った時にちょっとこうチャックを閉めておく。こういうのもね、ハーフジップとかもあのジッパー下げたまんまかけちゃうから、こういう時上げておく。こっちに入れとこう。あっという間に夜になりました。もうなんでこんなに一日って早いんやろうね。魚食べたいな。魚、じゃーん、タラの甘酢あんかけ、絶対美味しい。あ、待って、1個だけかと思ったら3つ入ってた。あ、こんなに入ってるんや。オムライスにねケチャップ単体ってあまり好みでなくって、一旦顔は描かせていただきますね。ちょっとこのお好みソースでね、これあの髪の毛描かせていただきますわ。こんな感じで夜ご飯完成しました。いただきます。気になるお味は。めっちゃ美味しい。めっちゃお米進む味やわ。ペロッといってしまう。美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。ご飯食べたら眠たくなってきた。眠気やってきたけど、ここで寝るわけにはいかぬ。ということで、私は今からウォーキングへ行ってまいります。え、どうやろう。今日寒かったけど、これで行けるかな。これで行こうとするけど、無理かな。なんかすごいけど、ボリューム感、上半身の。普通に寒かった。でももうちょっと歩いてたら暖かくなってくるかなと思って歩きます。思った以上に寒くてびっくりした。歩いてたら足とかは暖かくなってくるんやけど、あの頬に当たる風、もうそれが冷たかったですね。もう9時なんですけど、早すぎん。乾杯。うん、飲みやす、美味しい。砂糖香料不使用って書いてるからさ、ゴリゴリ人参やったらどうしようと思ってんけど、めっちゃ飲みやすい。こういうね、なんかデイリープランナーみたいな、トゥードゥーリスト書くやつみたいなのを使ってます。ここにタスク記入して、なんかメモとかもねこっちで書けるようになってるから、可愛くてテンション上がるし、最近はこれを愛用しています。 OK やった。 OKOK。 みかーん。やっぱ柑橘系って食べるとさ、ほんまなんか頭すっきりする気せえへん。うん、あんま。私こういうみかんなんか4口ぐらいでいってまうねんけど、一個一個こうちぎって食べる時もあんねんけど、大体こういっちゃうねん。だからもう一個いるんですよねって。みかんは美肌効果、免疫力アップ、抗酸化作用って書いてますね。鉄分の吸収って書いてますね。めちゃくちゃいいやん。みかんのさ、この筋ってみんな食べる派？綺麗に取りたい派？私昔は割と綺麗に取っててんけど、最近ねもう結構ついたまま食べんね。食物繊維が多く含まれてるらしいですよ、この白い部分に。やっぱみかんはいいんやわ。
美容にも健康にも。みんなみかんを食べよう。なんかその業界の人みたいになってない私。気づけば火回ってました。いやそんな中でも洗濯物畳んでんの偉い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 ぞ偉いぞ偉いぞ偉いぞ。というわけでね、あの自炊しない日の一日の様子でございました。もう自炊なんかしてられないよって、そういう時はねこんな感じでございます。コープさんの宅配でねまとめ買いできたので、それに本当助けられました。ありがとうございます。ぜひぜひみんなもコープさんでいろんな商品見てみてね。明日もいい一日にしましょう。おやすみ。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。あれ靴下また片っぽなんやんけ。